はい、今本堂を見ました。そして五重塔です。お目当てはこれです。本堂です。こうです。ああ、美しいね。あとね、ここでしょ、瑠璃光寺ですね、山口の。あとどこだ、羽黒山に古くて美しいって言ったら、あれにかなうものはないかもしれん。羽黒山のね、長い参道の下にあるんですね。あれもいい。あとどこだろう。まあ法隆寺とかね、それは有名だ。いいよね、こうやって見ていいバランスになるってね。ちゃんと計算して作ったってね。普通に五重塔は三重塔よりだいたい美しい、バランス取りやすいのかな。五重塔の下二つ取って上だけ残して三重塔だって言ってるところが、ありますね。あ、これね、奥の家の道ですね。この後行きます。向こうから見ても美しい。はい。